アジア太平洋経済社会委員会の加盟国、地域国際連合アジア太平洋経済社会委員会は、国際連合の経済社会理事会が設置する5つの地域委員会の一つ。英語での略称は、エスカップ、または、アニスキャブ。バンコクに本部を置いている。前身は、1947年に設置された、国際連合アジア極東経済委員会である。 1974年に現在の名称に変更された。国連アジア太平洋経済社会委員会は53の正式加盟国と9つの準加盟国及び地域から構成されている。アジアオセアニアの国及び地域に加え、アメリカ、イギリス、オランダ、フランス及びロシアも加盟している。2018年からはインドネシア出身のアルミダイスアリスジャバナが 事務務局長を務めている国連アジア太平洋経済社会委員会の活動は環境的に持続可能な開発、貿易、人権を大きな柱としている。これまでにアジア開発銀行の設立やアジアハイウェイの建設の実績がある。アジアと太平洋地域の経済の発展、社会の開発のための調査、研究や勧告等を主な任務としている。 アゼルバイジャンアフガニスタンアメリカ合衆国アルメニアイギリスイランインドインドネシアウズベキスタンオーストラリアオランダカザフスタンカンボジアキリバスキリギスサモアジョージアシンガポールスリランカソロモン諸島大大韓民国タジキスタン中国朝鮮民主主義人民共和国ツバルトルクメニスタントルコトンガナウル日本ニュージーランドネパールパキスタンバヌアツパプアニューミニアパラオバングラデシュ東ティモール フィジー、フィリピン、ブータン、フランス、ブルネー、マーシャル諸島、ミクロネシア、連邦、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、ロシア、アメリカ、リョウ、サモア、北、マリアナ諸島、グアムクック諸島、ニューエ、ニューカレドニア、フランス、リョウ、ポリネシア、香港、マカオ。ありがとうございます。